ここからは兵庫スター食材図鑑をお届けします。県内の魅力ある食材をスター食材として図鑑にしていこうというコーナーです。今回ね、井川さん、三田栗南京の料理編ということですよね、はい、今回も一条さんと協力してやってきました、はい、またほっこりする VTR かな、はい、では VTR 振りお願いします、はい、三田栗南京でほっこりしてください。 VTR どうぞ。今回のスター食材は三田栗南京。甘みがありホクホクとした食感が特徴の三田市の特産品です。わー、すごい、生まれて初めて甘みがあって食べやすいね、すごく。今日はこの三田栗南京を使ったおすすめの料理を教えてもらいます。教えてくれるのは柴中さんです。まずは何の料理を教えていただけますか、はい、かぼちゃのコロッケを。かわいいの作ってもらいますね。頑張ります。三田栗南京のコロッケの材料はこちらです。まずは種をスプーンで取っていきます。種多い ね、 ねい、しっかりしてるでしょ。そうですね、完熟してるからね、種もしっかりと硬いんです。あ、なるほど、色も綺麗です、ね、それをラップでくるん、これラップを全体的にくるむ、はい、と隙間がないように、あ、隙間ないように、隙間が、ね、やっぱない方が柔らかくするのにね、はいはいはい、蒸したり煮たりする代わりです。それでレンジで10分。次にフライパンで鶏肉のミンチを炒めていきます。今回は胸肉を使いました。これちゃんとこうやった方がいい、うん、混ぜてもらって、混ぜる、はい、うん、そぼろになるから、そぼろになるから、はい、スナップ効かせて、スナップね、あ、いい匂い。鶏肉に塩コショウを少々加えましょう。そうしているうちにかぼちゃも柔らかくなりましたよ。スプーンで中身をくり抜いていきます。あ、すごい柔らかいじゃん。ホクホクやね、皮の近くまで美味しいから、ね、しっかり取りたくなります ね、うん、ね、栄養があるからね。かぼちゃに塩コショウを少々、しっかり潰したらミンチを入れてよく混ぜます。卵と小麦粉を混ぜバッター液を作っておきましょう。丸でも、あの楕円形でも何でもいいんですけど、つけてパン粉ですね、はい、パン粉つけて、でその時にね、あの形が悪かったら成形してもらったら、はい、これを同じものを作っていく感じですね、はい、じゃあ3人で、3人で力を合わせましょう。どう、あ、いい感じ、はい、置いといて。え、そんなに大きくしますか。あ、でか、一回り小さい方が美味しいんですか。いや、美味しいのはあれですけど、もうちょっと大丈夫、お肉もみんな火が通ってるから、うん、先生っていうのやめていただけますか。なんて言ったらいいでしょう、先生大先生、師匠、恥ずかしいですよね、親方言って。親方が良かった、先生いやいや、冗談12個できました、とりあえず、はい、あとはきつね色になるまで揚げるだけです。いきます。じゃあ美味しそうよ。できましたサンダ栗南京のコロッケ、衣がサクサク、中はふっくら、優しい甘みが感じられる一品です。次は何のお料理を教えていただけますか。はい、じゃあ次は簡単なね、かぼちゃのポタージュ、はい、次は意外と簡単、三田栗南京のポタージュを作りましょう。井川さんはかぼちゃを、一条さんは玉ねぎを手分けして切っていきます。あの、スライスしてください。スライス、はい、これですよね、はい、私ね、これ得意やね。じゃあ井川さんの方がこの南京をね、はい、そう、半分に切って、はいはい、ちょっとあの串型みたいに切って、はい、串型、うん、まあ、それ半分にして、硬いよね、うん、かぼちゃって、気をつけてください、ね、
これをどう切る感じですか。あ、全部やらしたら多分すぐにすって。おお、ね、すごいですね。編むないからこう切ってもいいかわからないんですけどね。もう、あ、難しいですよね、うん、慣れてるからこれの方が。ああ、なるほど。わあ、素晴らしいです。このまま皮剥いてもらってもいいし、はい、一口大にこういうふうに切ってね、はい、うん、やるよ。すいません本当に。いえいえ、ピューラーみたいなのない。井川さん頑張って皮を剥いていきますよ。スライスした玉ねぎはバターでしんなりするまで炒めます。次にかぼちゃをお鍋で煮ていきます。沸騰してきたらコンソメを入れましょう。お箸がすっと入るくらい柔らかくなったら煮汁と一緒にミキサーに入れて滑らかにします。玉ねぎ入れます。玉ねぎ入れる、ここに入れる。移り方が難しい。移り方気にしてる。気にしてるでしょ。井川さんすごいプロフェッショナルです。成長が、ね、これぐらいで、ね、玉ねぎとかぼちゃがよく混ざったらお鍋に戻して中火くらいで煮ながら牛乳を入れていきます。最後に塩コショウで味を整えたら、サンダ栗南京のポタージュの完成です。生クリームと乾燥パセリをのせれば見た目も華やかですね。いただきます。いただきます。召し上がってください。はい、コロッケからいくわ。はい、揺れちゃう。おいしい。甘いね。中は甘いけどしょっぱさもある。塩コショウかな。塩コショウ、うん。続いてポタージュをいただきます。もう味完璧っす。これは最高っす、うん、なんだこりゃ。かぼちゃが甘いからあれだけコンソメとか入れてちょうど良かったのかもしれないですね。あとやっぱ玉ねぎもいいんだわ。あ、どうし、野菜の甘さってすごいねやっぱりね。ありがとう。良かったです。喜んでいただいて、皆さん上手でしたから手際よくされた。あ、ありがとうございます。てへて。いやいや、あの親方の教え方もお上手だったんですよね。そうですね、もう優しく教えていただきました。その後親方という呼び名は定着したんでしょうか。いや、もう多分忘れられてるような。先生に戻ったんかな。いや、もしかしこの2品、ほっこりとする2品で、はい、またね料理されてるお二人にも本当ほっこりでしたけれども、はいはい、改めてまずこのコロッケはカニクリームコロッケでね以前作られてたので。そうですね、もう、うん、はい、2回目なんでね、うん、なんとなくこう分かるっていうか、はい、うんうんうん、ただちょっとサイズ感はやっぱり一条さんの大胆さが出てましたね。そうですね、いつもね大きいですよね、はい、あ、でもあれ食べ応え的にはどうですか。いや、もう、ね、はい、ちょうど良かったと思いますよ、はい、で本来皮も一緒に入れてもいいぐらいなんだそうですね。そうですね、皮にもね栄養があるみたいなんですけどね。でもちょっと色合い的に、はい、なしにしましたね。あ、はい、もう自宅ではね皮を使ってもいいかもしれませんね。それからこのポタージュも本当に美味しそうで、はい、ただあの玉ねぎを切る辛い係は一条さんやったんですね。そうですね、自分ちょっと切るのが苦手なんで、あの一条さんに、はい、やってもらいました。でもかぼちゃの方が結構切るのもまた力いりますから、それを先生に結構そうです、ね、させてませんでしたか井川さん。いや、まあ先生がねどんどんやってくれるんで、まあ、ちょっと見守ってましたね。うまいこと乗せてました。でも改めてお味はやっぱり素材の味がどちらも出てて。そうですね、うん、しっかりと、はい、かぼちゃの甘みが出てましたし、はい、よかったです。なんでもポタージュはあの井川さんが味付け係で味見されたとか。そうですね、味見して、はい、あのまあ、ちょっと塩とコンソメを足して、うん、でよかったなと思いますよね、はい。なんかもう好みでね最後に調節できるというのもポタージュのね料理する楽しみかもしれませんね、はい、そして今回お世話になりましたこのチャーミングな柴中さんですね。コロッケに玉ねぎを入れても美味しいということで、これね野菜が苦手なお子さんにもおすすめだと思うんですけれども、入れる時には鶏ミンチと一緒にね炒めるのもおすすめということなんですね。本当にご協力ありがとうございました。そして井川さん、次週のスター食材は何を収穫されたんでしょうか。はい、葛西市で、黒枝豆の光姫。さすが、はい、
4時間前に入られたかやりました。もうバッチリ頭に入ってますね。はい、見どころを一言で言うと。見どころはもうたくさんなってるんで、その取んのが大変。じゃあ大変な収穫作業も見どころということで、はい、次週もぜひお楽しみになさってください。